はい、皆さんこんにちは。フィットネスインストラクター高田山です。はい、この番組は30分間ですけども、フィットネス、体を動かすことの喜び、楽しみを知っていただきたいというのをコンセプトにテーマにしております。私東京の方でフィットネスインストラクターとして活動しております。で、東京からはるばる、本当はるばるです。沖縄、はい、沖縄でも那覇じゃないですね、沖縄市ですよね、ここはね、沖縄市で、ここの FM 講座から、全国に、そして全世界にその健康の楽しさを発信していきたい、そんな思いがありまして、この番組を立ち上げました。ぜひ30分お付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。はい、というわけではい、もう自分でいつもそうなんですけども、意外とね、こうスタジオレッスンとかでお客さんにわーって喋るのって本当に仕事なんですけども、こうラジオで喋るっていうのってまたね、雰囲気は全然違うので、まあね、皆さんにこううまく伝えられるかなっていうのもありながら、まあ30分楽しい番組作っていきたいなと思いますので、ぜひ聞いていただければと思います。で、今月は素晴らしいゲストをお呼びしております。はい、今カメラに映っております、映っております。笑顔でね、爽やかにお願いしたいと思います。はい、宜野湾市にありますパーソナルトレーニングスタジオ、ベル&ゴールドパーソナルトレーナーの池村直隆さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ラジオ聞いてる方はわからないと思いますけども、動画見てる方も見ての通り、もう、まあ、パーソナルトレーナーって感じのこう爽やかな、さらっとして、なんかこういう人になんか受けたいなーって思ってる方はどのぐらいいるんでしょうかねっていう感じですけどね。はい、じゃあ始める前に、せっかくなの で、スタジオの自己紹介、はい、本人の自己紹介も踏まえて、スタジオの紹介も兼ねていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。私、県内でパーソナルトレーナーとして活動しています。池村直隆と申します。小田川グループに所属しておりまして、宜野湾市の志摩市の方で、パーソナルトレーニングスタジオベル&ゴールドの代表として、日々活動しています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、以上ですか。はい。パーソナルスタジオを始めてまだ2年目。そうですね、2年目になります。はい、はい、そうなんですね。パーソナルとじゃあざっくり多分聞いてる方も、じゃあパーソナルトレーニングっていうのは多分聞いたことあると思うんですけども、じゃあ実際にじゃあパーソナルトレーニングってどんなことをやるんですかっていうのをちょっとこうなんか簡単にラジオで説明ってできますか。はい、パーソナルトレーニングは、まあ、1対1というふうに、やる指導法なんですけれども、例えばダイエットで、来られたお客様が、カウンセリングを通して自分のなりたい理想な体、そういったものをトレーナーに伝えて、でトレーナーさんが、そのクライアントさんの、基礎体力とか体のお悩みとかをしっかりプログラムに反映させていきながら、完全オーダーメイドの、トレーニング内容でダイエットを進めていく。あと、そこに食事指導も入ってくると、お客さんにとってはより効果的なダイエットにつながっていくということで、本当に相談相手と言ってもいいぐらいの、ダイエットに関しての相談相手という感じで言ってもいいぐらいの、職業であり、そういうトレーニング内容になっていくと思いますね。じゃあその運動の指導もしながら、食事指導もしていくという感じですよね。はい、そうですね。なんかもしかしたらよくある質問かもしれないんですけど、どのぐらいで体変わるんですかみたいな。ありますね。あるでしょ。よくほら、どのぐらいやればいいんですかみたいな。1週間ですかとか。よく聞かれます。まず最初でよく聞かれますが。はい、はい。はい、ただ、これに関しては。トレーナーさんに言ってね、ほら違うと思うんですけども。いいですよ。私の場合は、即答はしないですね。はい、その方が、どれぐらい、起用力とか、それから体力、それから運動をしていく中で、このエクササイズを好きになっていく、あるいはやらないといけないっていうなんか義務感、そういう捉え方でまた変わってくると思いますし、お家自宅でそういう食事、それから自分でできるメニューが遂行できるかというところにもよりますので、お客様のような次第ではあるところですね。お客さんが答えを持っていると。
というところなので即答はしないようにしています。いいね、かっこいい遠回しみたいなかね感じけど、自分もそうだけど、家じゃやんないよねと思うんですよ ね。どうですか、ただこれもお客さんのタイプによるんですけど、はい、まあ、自分の場合はよく LINE でやり取りさせていただいてまして、お客様と。いや、アフターケアですか。はい、はい、で、まあ、食事指導を申し込まれてる方々とですけれどもね、はい、うん、で、きちっと食事を報告してくださる方は、うん、はい、されています。お、はい、ちなみにさっきこういろいろ話したけど、食事指導って結構言ってるんですけども、はい、やっぱ食事って大事、私は大事だと思います。はい、運動と食事どっちが大事ですか。まあ、コースつけられないかもしれないですけど。そうですね、その方がどこを目指すかによると思うんですけれども、はい、私は食事をこうどういうふうな食事をしていくか、これが大事なことかと思いますね。みんな食事言うんですよね、うん、結構、はい、うん、で自分も、もともとじゃないよ、インストラクターとしてね、スタジオのレッスンをしてるんですけども、はい、食事指導っていうか食事の仕方の勉強っていうか、そういうのを今までしたことがないっていうかなかったので、まあ別に変な話好き放題食べたんですけども、一回大会出ないかと、自分もパーソナルトレーナーつけてたので、出ないのかって言われた時に、自分最初は出る気もなくて、なんでこんなん出なきゃいけないのかなと思ったんですけども、いや出ないよって、もうなんかインストラクターだしみたいな、こうよく言う、よく言う、こうトレーナーさんがうまく今言い方だけど乗せるんですよ、出ないよみたいな。でまあいいや出ようと思って申し込みを書いたら、トレーニングよりも食事法、なんか朝これ食べて昼食べて夜これ食べてっていうのをメニューを出されるんですね。でその時に何が書いてあるかっていうと、そのよく言うとの、まあ、炭水化物ってあるじゃないですか。炭水化物ってこう聞いてる方もまあ、いらっしゃると思うんですけど、うん、炭水化物ってよくお米とかね、はい、パンとか麺類とかじゃないですか、はい、それをまあ、もう極力言うと、もうほぼほぼ食べてはいけませんぐらいな感じのことを言うわけですよ。だけど自分は仕事的に有酸素運動をやってるので炭水化物取らないと力も出ないし、なんかパワーも出ないんですね。いや食べないんだと思って、でそれをやると自分はどんどん痩せるんですよ。どんどんもうだんだんミイラみたいになっちゃって、うん、ガリガリなんですよ。毎日動いてるからそうなんですよ。でやっぱで自分も今までない体のこう疲労感とかっていうのを体感するんですよ、うん、なんかだるいっていうの、重いっていうの、多分わかると思うんですけども、歩くのも辛いんですよ。本当になんか階段を登りたくもないぐらい なんかそういう疲労感、なんか本当になんか力が出ないっていうか、なんかね伝わらないかもしれないですけども、車で言うとガソリンがない状態で体動いてますみたいな感じ、なんかヘロヘロの感じなんですよ、うん、なのでその時に思ったんですけども、だけど別に炭水化物以外のものは自分食べてるのに食事でこんな体変わっちゃうんだと思ったんですよ、うん、なので多分食事ってそんだけ大事なんだなっていうのがあって、ね、そうなんですよ、はい、ちなみにじゃあ自分もそうだったんですけども、例えばじゃあ今聞いてる方もいらっしゃると思うんですよ、大丈夫ね、はい、じゃあダイエットもししたいって言った場合はまずやっぱ炭水化物カットから進めますか、どうなんですか。うん、どちらかというとまず自分の食生活を振り返らせるというのが、はいはい、自分の中では最近させてますね、はいはい、してもらって、はい、で何が足りている足りていないっていう、はい、そういうのをちょっとお客さんに体感してもらうっていうところ、はあ、なのでマクロ管理、はいはいはい、PFC の、そういう話をやって、はい、自分がタンパク質が足りてない、うん、で炭水化物を取りすぎている、うん、そういう収支のバランスが崩れた時に太るんですよっていう話は最初にやって、はい、そこで、まあ、気づかせる作業をさせてやっていきますね。なんかね自分個人的にふっと思ったのがあって、沖縄に来ると、はい、こう食べるものがちょっと違うじゃないですか、はい、文化が、はい、この前どっかの、ね、某ホームセンターに行った時に、ホームセンターのところにこうなんかフードコーナーがあってよくソフトクリーム売ってるみたいなコーナーがあった時に、そこのお店の その棚のところになんかこうパックに焼きそば、サーターアンダギーみたいな
なんか、なんかそう、なんか いろんなもの並んでて、パンとかなんかいろいろ並んでて、全部茶色。茶色しか並んでないと思って、沖縄行ったら茶色しかないと思って、ほら、だから、こう、タンパク質がないですよ。全部こう、甘いものか、なんか炭水化物みたいな感じで。だから、そしたら痩せれないんじゃないのかなと思って。サタンダギー痩せないよね。痩せないです。はい、けど沖縄の人って食べる？食べますが、はい。それはやっぱり食べ過ぎるとやっぱ太っていくと思いますし、はい、自分の中ではこうお客さんと食事の話をしていく中で、はい、タンパク質は多めに、はい、まあ、適量も適量あるんですけど、はい、皆さんが取っている以上に取らないといけないんですよっていうのは徐々に判明してくるんですよ、はい、で、脂質は抑えて、はい、で炭水化物はコントロール、はい、PFC のそういう割合をお話ししていきますね。けど聞いてる人コントロールできないですよねみんな。それがまあ大体イメージできるように、はい、おにぎり3個分ですよとか、はい、そんな感じでイメージ、お茶碗だったらこれぐらいですよとか、はい、そういうふうにイメージしやすいようにお伝えをしていますけれども、必ずしもあのそういうふうにうまくいくかどうかは分からないですよね。いかないじゃない、はい、ちなみにいつまで天の声、朝ごはん何食べました？今日はバナナです。1本、はい、終わり、はいはいはい、トレーナーの顔。これが現実です。一般のバナナ1本どうでしょう。お腹すかないですか？手の声、もういつもこんな感じですね。ほらこれがほらこれがこれがそう当たり前、毎日、はい、エブリデイが、はい、え、普通のバナナ、ちっちゃい島バナナじゃなくて普通のバナナ1本？普通の、はい、普通のバナナです。はいはいはい。このトレーナーのこのリアクション。まあ体はやっぱりそれでは悲鳴を上げると思いますね。いや、池村さんだけど今出んのかね、ごめん、ありがとうね、そう言ってくれるけど、はい、今だって見てる人も聞いてる人も自分もバナナ1本とかなんか食べてないっていう人もいっぱいいると思うんでですね、はい、はい、うん、そういう意味合いも込めて、はい、自分の食生活を、はい、この取り組みで、はい、まあ、あの再考するという形ですね、はい、うん、なのでまあどう生活するかというところだと思います、うん、はい、本当に自分も昨日久々にあの夜飲んで居酒屋さん行ったんですけども、オーダーがそのチャンプルばっかなんですよ。ああ、炒め物、ゴーヤチャンプル、フーチャンプル、おー、ね、ナーベラとヘチマナーベラ、あ、そうめんチャンプル、うちの料理ですね、はい、どれも痩せないね、はいそれも痩せないだけど食べたいだけ、沖縄来たらそれを食べたいと思っていくですね。どうしようこれまあ絶対食べてはいけないではないと思うんですけど、けどそうなってオーダーがやっぱねそうなっちゃうんです自分、ね、うわーと思って。外食が多い方は、はい、やっぱり そういった食事内容では痩せづらいと思いますね、はい、そうですよね、うん、バナナ一本じゃねバナナはどちらかというとまだいいよねバナナ一本、はい、でもあのエネルギーが変わりやすいので、はい、あれはどちらかというと間食がいいと思います、うん、途中食事と食事の間にお腹が空く時間帯があると思うんですよね、うん、はい、そこで取るとかがいいかなとは思いますね、うん、はい、だけど個人的にもう笑ってる、これが現実だから個人的に思うんですけども、はい、みんなね痩せたいとかもうそういうの願望があると思うんだけども、うん、やっぱね自分で個人的にはもうね、やっぱね、明確な、ね、目標がないと無理だと思ってる。うん、ちゃんとね、なんか、明日から頑張りますっていうのは、ね、そうですね、絶対無理。明日から頑張りますとか、よく、ね、女子とか、こうなんか友達の結婚式がやるけど、結婚式までにとかで、絶対無理無理、友達の結婚式みたいな、同棲みたいな。お前じゃねえじゃんみたいな。無理だって。だから、なんか明確な目標があった方がいいと思う。そうですね、で自分の場合だと、はい、その大会に出ますっていう、うん、で申し込み用紙書いて金払った瞬間に自分の中にスイッチがボンって入る。なるほど。それも入んないあんまり、うん、まあいいかなってやっぱなんかなる、うん、だけどあのさっきちょっとラジオの前にいろいろ話を聞いたら、大会に出たんですよね、はい、9月、9月の終わり頃に、はい、まあ、グループ主催の、はいはい、大会がありましたけれども、ハッピーサマーコンテストというのにあのチャタンの方でしたっけ、チャタンです、はい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 、あのビーチで、そうです、
はい、オープンな感じでやるタイプ。そうです、それは沖縄だなって感じがしました、はい、なんかそれに出られたんですね。出ました。ちなみにその大会に出たのは初めて。初めてです。大会自体が初めて。初めてですね。なんでそれ出ようとしたんですか。お客様、私のスタジオに通われているお客様で、はいはい、やっぱり実直にメニューをこなしていく中でだいぶ体が変わっていったんです、はい、でその方に対して、チャレンジしているっていうことで自分も何かチャレンジしていかないといけしたいなっていう、はいはいはい、この方からあの刺激をいただきました、はい、逆にでお客さんからね、はい、で私自身そういう大会に出たことがないし、はい、興味がなかったんですね、はい、うん、ただこうチャレンジすることがすごくこう自分にとっていいメリットがあるということを、はい、まあ、そのお客さんとして分かったので、はい、教えていただいたので、はい、そのお客さんの、自分を材料にしていただいて、またあのトレーナーみたいに頑張ろうっていうふうに思っていただければと思って参加しました、エントリーしました。優勝されたという。あ、はい、優勝しました。あれ、素晴らしい。やっぱこうトレーナーさんやっぱね、実績もあるとおお、はい、ここに習いたいなとか、こう受けたいなってなる。やっぱこう大会出てなんかやっぱりどう、はい、大変でした。やっぱ大会出るまでって。そうですね、自分の中では初めてなことだったので、はい、どういうふうに進めていっていいかっていうのは試行錯誤、全く、はいはい、本当に試行錯誤でした。そうですね、はい、だってほら普段のダイエットとやっぱ大会ってあくまで試合で勝負の世界なので、まあ変な勝ちか負けかじゃないですか。その食事法ってやっぱ全然違うと思うんですよね。そうですね。だある意味、まあ、変な話いいかと、ボクシングみたいな、ボクシングの減量みたいな感じじゃないですか、うん、やっぱきつい。そうですね。ただやっぱりストレスにならないように、はい、するというのがまあコンテストに出るという以上勝ちたいっていうのがあったんですけども、はい、でもやっぱり醍醐味は今の取り組みを楽しむということだったので、いろんなトレーナーとも情報交換させていただいて、こうあれは食べてはいけません、これはダメ、あれはダメっていうストレスをなるべくなくしましょうみたいな感じですか、うん、そうですね、まあ、いろいろ試しながらやっていきました、はい、例えば炭水化物は玄米がいいのかとか、オートミールがいいのか、そういうのを本格的にやっていくことで、はい、自分の、まあ、そういう食べ物との相性だとか、うん、反応があったとか、うん、そういったところで、あと気にしながらやっていったのは便通ですね、はいはいはい、で普段から便通は気にしていまして、はい、でかなり日々の便通良かったので、はい、大会この取り組みの中でカロリーをぐっと落とし始めた時に、はい、すごい便秘になりました。そういうのをまた経験しましたし、うんうん、惨劇でしたけど。食事でやっぱそうなっちゃう、はい、だからそれ人によって変わりますよね。そうですね。私の場合は、はい、大会直前ですけれども、直前といいますか2週間ぐらい前ですかね、はい、もうちょっと絞りたい、もっと絞るというふうになった時に欲があるんですね、はい、はい、いまして、でその2週間前ぐらいにすごい便秘に襲われまして、うん、本当にもうトイレで、今まで経験したことのないような惨劇がありましたはいはいはい、はい、なのでこう女性がよく便秘になるとかいうふうに、そう、女性の方が言うと男性ってあんまそんな便秘になるのも聞かないですよ、はいはいはい、まあそういう経験もさせていただいたので、はい、良かったかなと思っています。逆に言うと、ね、そうですね、惨劇がこれやらなかったら、はい、そういう便秘の苦しみも、女性はそこまで苦しまないと思うんですけれども、自分はとっても大変でした、はい、今まで良かった分だけ、はいはい、反動がすごいありましたね、うん、で、まあ、それも乗り越えて優勝したじゃないですか、はい、そうそう、まあ、で、まあ、大変だったでしょ、ね、うん、来年も大会出たいっていう思いはありますか。はい、出ます。でこの、ハッピーサマーコンテストの醍醐味は、はいはい、ファミリーとポージングを取れるというところだと思います。私の中ではですね。あ、ファミリーと家族、はい、例えばじゃ子供と取れるとか、はい、そういうことですか。そうです、はい、へえ。今回も、はいはい、長男と一緒にポージングしまして、はい、これが私の中でも最高な思い出になっていますね。お子さんどのぐらいですか今。
今小学校4年生です。じゃあ小学校の子でも出れるんですか？小学校の子供、まあ年齢別で、子供年齢別、子供たちのフィジーク、はい、メンズフィジークがあるんですが、で長男はあそこで5位、4位か5位だったんですね。今こうフィジークっていうね、クラスが結構ちょっとブームっていうか、あれですね、こう多分知らない方もいらっしゃると思うんですけど、フィジークではサーフパンツ、はい、でどっちか上半身、はい、どこら辺フィジークってこう見るんですかね、審査とか、肩、はい、あと背中ですね、はいはいはい、まあ、V シェイプ、はい、まあ、サーフパンツを着た時のかっこよさ、はいはい、子供も見るんですか？子供も V シェイプですか？いや、子供はどちらかというとそのまあ可愛らしさとか、ポージングもそうだと思うんですが、そのガチガチに鍛えてる子はまずいないので、なので、まあ、アトラクションとしてこう子どものフィットネスがこうこの子に似合ってることが可愛さですかね。じゃあ審査基準は親子で体のバランスがいいかとか、そういう基準で見るんですかね？どうですか？まあ、今後出てくると思うんですけど、うん、まあ、今大会まではその優勝、ファミリーの方で優勝とかはなかったと思いますね、はい、参加賞がいただけたというか、もし今後参加者がたくさん出てくるようであれば、はい、おそらくそういう、審査というふうな形になるかもしれないですけど、はい、自分たちの時になかったけど、それってなんかこう楽しいというかいいですよね、はい、なんか大会というとこうやっぱガチな感じじゃないですか、はい、ちょっとこうバチバチ感があったりとか、はい、そうです、こう親子出るとね、そうですね、なんかちょっと和むじゃん、はい、なんか何番切れてるとか言うと本当に子供と一緒にやれたっていうことで、はい、その会場がすごく和む感じがありました、はい、じゃあパパとしてはやっぱどうですか、子供と出れてよかったですか？楽しかったです。楽しかったか。これが一番やりたかったなっていうのはありますね。あ、本当、はい、一緒にやりたいな、寝たいなっていうのがあります、ね、いや、なんか子供からすると、なんかお父さんと一緒にステージ上がるの恥ずかしいっていう年頃の子もいたりとかするじゃないですか。そうですね。あ、けど親からするとやっぱり出てよかったなみたいな、はい、子供も長男もまた来年出たいって言ってましたし、うん、まあ来年にならないと分からないことですけどね。まあそれそうですけど、ね、だけど、まあ、いいじゃないですか、出たいっていうのって、はい、子供とほらもう出たくないったら一回もう絶対出たくないみたいな、う、ね、こう潜在なんか意識がつけないとね、なんか大変なんですけど、はい、まあ、来年も一緒に出たいなと思います。じゃあ親子共同またじゃあ来年目指して、はい、じゃあ頑張ってください。はい、もう30分番組ですけども、残りあともう1分ちょっとっていうことは早いですね、はい、では時間はわずかなんですけども、じゃあ最後に、池村さんの方から、スタジオの紹介を1分で、はい、1分で、はい、すいません、お願いします。はい、はい、私カメラ目線でお願いします。私たちベル&ゴールドは、施術とそれからトレーニング、はい、を組み合ハイブリッド的に組み合わせた、県内ではあまり 見られないスタジオとなっています、はい、で体のお悩みとか、それから日々の体の疲れ、そういったもの、女性に関してはリンパマッサージ、骨盤ケア、女性セラピストがいますので、そういった意味合いではトータル的に、体のメンテナンス、それから、まあ、トレーニングを、進めていくことができますので、興味がある方はぜひ、お問い合わせください。はい、ネットから検索できますか？はい、できます。はい、宜野湾市パーソナルトレーニング、もしくはベル&ゴールドで、はい、ヒットすると思います。はい、というわけで30分、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、また、じゃあ来週お会いしたいと思いますので、また、じゃあ来週、さようなら。